ユートピアトラベログ実況プレイ始めていきたいと思います。理想郷旅行記と書いてありますね。なんか一口サイズのホラー話みたいなの何個かのホラー話が聞けるみたいなゲームらしいですね。やってこ、ライト。5分ぐらいで終わるみたいですよ。図書室の電気がついていたから誰かいるのかと思ったが、人の気配はない。消し忘れたのだろうか。わっ、あ、かわいい。このタッチのイラストが素敵だったんで、ちょっとやってみることにしたんですけど、 BGM もなんかおしゃれだ。へへ、びっくりした。いや、びっくりするでしょ、ああいうのは。どうしたの、こんな夜中に。学校になんて来てさ。あ、夜中なの今。2時とかってこと今。私、ふふ、サチって呼んで、え、初対面。私はね、この学校の噂話について調べに来たの。ほら、ここって怖い噂話多いじゃない。そういうのに興味があって。そうだ、君何か知らない？私がすでに知っている話でもいいから、思いつく限り話してみてよ。この学校の噂話か。時が経つにつれて少しずつ変わってはいるようだが、確かにこの学校には噂話が多い。時が経つにつれてってことは、私はもう学生じゃないのかな。例えば一番有名な話はこんな話だ。あ、空気感変わった。けどなんか怖そうじゃない BGM だ。5時のチャイムが聞こえ、女子生徒は目を覚ました。辺りを見回すと、そこには誰もいない教室、閉まった。彼女は慌てて友人に電話をかけた。今日はホームルームが長引き、塾の時間が迫っていた。友人は彼女を起こす時間がなかったらしい。ごめんごめん、さすがに誰か声かけるかなと思ってさ。まあね、なんか教室とかで仮に寝てたら、なんか担任の先生とかがおはようとか言ってくるよね。ごめんという割には悪気は感じられない友人の声がピタリと止まる。ねえ、そっち誰かいる？え、なんか聞こえてんの？え、いないよ。起こしてくれなかったおかげで。あ、ちょっとトゲさしてる。ごめんって。いや、でもそっちから声聞こえるよ。なんてなんて、もう聞きたくないんだけど、その後の言葉。そう言われ耳を澄ませてみる。電話を当てた方とは反対側の耳に生ぬるい空気が触れた。え、帰れ。え、あ、それ知ってる。部活で先輩が新入部員に真っ先に教えてるやつだね。あ、有名なんだ。だから長居はしちゃダメですよみたいな話なのかな。でも最後ってそんなに口調強めだったっけ？もっと優しめだったと思ったんだけどな。今割と優しめに読んだつもりだけど。まあいいか。ね、他にはどんなのがあるの？あ、お前あんま、何なの？他か。何気なく視線を動かすとスポーツ紙が目に入った。そうだ、そういえばこんな話があった。話いっぱい持ってんな。ある日部活動中、サッカー部員がボールを茂みの中に入れてしまったらしい。慌ててかき分けて探していると、中からボールではなく人の手が。怖、もうすでに怖いじゃん。思わず叫んで目を凝らし、恐る恐る視線を戻す。手は消えて、そこには探していたボールがあった。どういうこと？ボールを見つけといてくれたの、そいつが。気のせいか、そう思うことにして彼は部活に帰った。え、繋がってる？その日の夜、彼は夢を見た。怖い顔をした見知らぬ女が枕元で一晩中囁いてくるなんて。私の手見たでしょ。どこにあったの？まさか隠したの？隠してない、隠してない。答えようにも金縛りなのか、口どころか体全体が動かない。金縛りに打ち勝てる時って滅多ないよね。翌朝、彼の家の前に救急車を見た人がいるそうだが、その後どうなったのかはわからない。という話から放課後は茂みの中を覗くなという決まりが生徒の間で勝手に出来上がった。しかし実際はそうも言ってられないので、教員たちは覗けと言うし、実際何もいないのだけれど、困った教員たちによってその後は毛虫のことを考えながら茂みを覗くと手は現れないという対策エピソードが追加された。本当に逆に毛虫のこと考えて毛虫出てきたら俺すごく嫌なんだけど。お茶目な話だな。あ、なんか驚いてる。毛虫？何それ知らないんだけど。もうこの女の子死んでんのかな。この女の子死んでてさ、その女の子が生きてた時までのエピソードしか知らないとか、そういう話なのかな。口先女みたいな扱い？それは毛虫は全人類苦手だけどさ。まあね、もう存在してるのがもう怖すぎるもんね、あいつら。もう部屋とかに現れたもんならもう終わりだよ。大事な聞き手も置いて逃げちゃうかもしれないけどさ。どういうこと？
うん、ゲムシの部分だけ忘れようかな。教えてくれてありがとう。他には何かない？正直うろ覚えじゃない噂話はそろそろ次できたが、まっすぐに見つめてくるサチの目を見つめ返す。そうだ、最近は新しい噂話を教えてもらったんだ。なんだろう、ちょっと楽しくなってきたな。午前2時、学校の前を通ると一箇所だけ電気がついている。なんだか気になって電気がついてる教室へ向かってみることにした。同級生から聞いた抜け道を使い階段を上ると、そこは図書室だった。鍵はかかっていない。中に入ると見知らぬ女の子は一人いた。上級生だろうか。女の子はここに気づくと人懐っこそうな顔で笑った。話は弾み、さてそろそろおいとましようと機密を返す。なんだ、開かない。閉じ込められたの。どういう話？聞いたことない話だ。やった、聞かせてくれてありがとう。深夜2時の学校。ああ、確かに普通はないよね。今じゃん、今の状況じゃん。そういうことか。俺も出られないの。普通はね。でもたまにいるんだよね。たまにね。ね、他にはもう今のじゃん、今じゃん。他にはと言われてももう特に思い出せないし、自分もそろそろ帰らなければならない。あと一つ話してくれたら返すから。そういうサチの推しに負け、最後の一つを思い出すべく辺りを見回す。ん？離れた場所に何かが見える。妙に気になって近寄ってみた。え？手？作り物だろうか。紙には何やら文字が書いてあるか。手がしっかり掴んでいてよく読めない。2002年6月。何？え？ちゃんと噂になってることが知れてよかったよ。私の努力ちゃんと報われてて嬉しいな。どういうこと？ねえ、君がなんでこんな時間にここにいるのか知らないけどさ、ここで出会ったのも何かの縁ってことで、私に協力して。なんの？え、なんなの？2002年なんだったの？早すぎて読めなかったよ。ん？はてなはてなはてな。いつの間にか一人で図書室にいる。誰かと一緒にいた気もするけど覚えてない。外は真っ暗。時計をしばらく眺めていたが、午前2時から動く様子がない。扉も開かない。あまりにも退屈だ。ここにあるのはたくさんの本だけ。どれか読んでみようか。あ、女の子視点。虫の図鑑なんて絶対に見たくないし、魚の図鑑もそれなりに見たくない。だから花の図鑑。何ページかめくってみるも、特段興味が湧かない。あ、つまらない。あ、終わる。花の図鑑ダメなんだ。おお、一体全体何なんだい？え、何すんの？虫の図鑑見るべき。いや、魚だな。何ページかめくってみる。ああ、ほんと。ああ、つまらない。え、虫の図鑑見るべきなの？毛虫がなんか響いてくんの？だとしたら結構嫌なんだけど。じゃあ、虫の図鑑。うわ、いっぱいあんな。毛虫のページもあんじゃん、やっぱり。まあ、毛虫は絶対に見たくないし、カブトムシもそれなりに興味がないから、もう蝶のページでも見とくか。何ページか、ああ、だろうな、だと思ったよ。そうだろうな。じゃあ、カブトムシ。カブトムシはロマンって言うしね。ああ、つまらない。ゲムシじゃん。なんでゲムシを見せるの？なんなの？ゲムシ、教員が勝手に決めたとかじゃなくて何かしらの意味があんの？え、なんだ？あ、なんだ？あ、さっき読めなかったやつ。あ、触れられる。2002年6月3日、白鳥幸さん、18歳女性が屋上から足を滑らせ。古い記事のようだ。よく見ると裏に紙が挟まってる。2001年2月8日、忘れ物をしてしまい家から慌てて学校に戻り教室に入ると、クラスの女の子は電話をしていた。この学校は携帯禁止だ。今ここに先生が来たら彼女は怒られてしまう。話したことがない人に声をかけるのは緊張するけれど、勇気を出して怒られちゃうよ。早く帰った方がいいよ、と伝えた。すると突然、彼女はこちらを見ることもなく、一目散に走り出し、教室を出て行った。どうしたんだろう？私がわざわざ声をかける必要がなかったのかな？あ、こういうのが全部怪談話になってるってことなのか。2001年2月21日、最近放課後遅くまで教室に残って電話をかけると、かけられた側から女の声が聞こえるという噂が流れ始めた。そのため遅くまで学校に残る上、携帯を持ち込む生徒が増えて、あ、逆にね。先生たちの見回りと持ち物検査が厳しくなったけれど、確実に噂の発端はこの間の私だ。ここ数日どこにいても噂話が聞こえてくる。今まで誰にも、クラスの人にも、先生にも、親にさえ見向きもされなかったのに、
みんな私に興味を持って私の話をしている。興味を持ってもらえるってこんなに嬉しいんだ。嬉しい気持ちがいい。2002年6月3日、あの噂はもうほとんど聞かなくなっちゃった。あの時の快感が恋しい。どうしたらまたみんなが私の話をしてくれるんだろう。2002年8月2日、少し気になった気がして読み進めていたが、だんだん飽きてきた。本当に飽きないだろ、これは。これは飽きないだろ、さすがに。ああ、つまらない。いつまでもこうしていればいいのだろう。いつまでこうしていればいいのだろうだった。え、先が気になるぞ。おお、どういうことだよ。え、つまらないか？え、これで終わりなのか？まあ、虫の図鑑、毛虫のページ。え、さらに読めたりはしないのか？他なんか触れたりするところはないな。え、じゃあさっきと同じなのか？え、あー、そういうことか。わかった、そういうことか。6月3日だもんね、これが。わあ、そっか。じゃあ、みんなに噂されるために、屋上から足を滑らせたってことなの、わざと。そういう話なのか。そういうお話なのかな。ああ、そういうことなのか。私はいなくていいのか、私の噂をされれば。そこに私はずっと生きているってことなのか。6月3日だよね、でも。え、だから6月3日に思い立ったんだもんね、彼女も。6月3日だもんね。あの時のあの噂がもうほとんど聞かなくなっちゃった。どうしたらまたみんなが私の話をしてくれるんだろう、だもんね。で、6月3日だから足を滑らしてってことなのかな。で、2002年8月2日にまたどんどん怪談話を作っていったって話なのかな。そうなのかな？初めからにしても意味はないのかな？え、もやもやする。いや、どこも触れたりはしないし、初めから最後やってみて変わんなかったらここまでにしよっかな。いや、でもそういったお話なのかもしんない。そういうことか。で、私も今閉じ込められてるってことだもんね。だから、ここっていうか、この主人公が話した、この、怖い話っていうか学校の怪談みたいなのも全部サチちゃんがやってて、その茂みの下りとかも多分サチちゃんがやってんだろうね。で、みんながまだ私の噂をしてくれてるっていうのがサチちゃん的には嬉しいし気持ちがいいことなんだろうね。だから、ああ、よかったってなったんだ。で、ああ、そっかそっか。そして最後にあなたは私の協力をしてよみたいなこと言ってたのが、俺とこのサチちゃんとの出会いがまた怪談話になるみたいな話なのかな。いやー、なかなかに怖い。そういう話なのかな。で、これだもんね。で、読めないんだもんね。屋上から足を滑らしてだもんね。いやー、いい表情する。そうだね。ここで出会ったのも何かの縁ってことで、私に協力してってことは、やっぱ噂話になってってことなのか。俺の命の所在はわからないけれどっていう話なのかな。いや、おしゃれなゲームだったな。ユートピアトラベログ。ここまでにしよっかな。いや、素敵な。こんな短い時間だけど、めちゃくちゃの満足感のあるゲームだったな。気になった方はぜひやってみてください。